それでまた元に戻るんですが、この前回アート百科では絵画とタイトルっていうことで最後ルネ・マグリットのところで 作品の紹介が終わって、まあ、このあとジャスパー・ジョーンズのことがその絵画とタイトルっていうその本の最後にね紹介出てるんだけど、まあ、これがあのなかなかその、著作権の問題でジャスパー・ジョーンズをすぐにこうねここに同じように並べて見せるっていうのはちょっと難しいかもしれないっていう話をしたと思うんですよ。うん、それでねこの作品の続きとしてジャスパー・ジョーンズが出てくるんですよ、うん、本では。あと本はこれですよね、ミスズから出ている、あとイーゼルさんの、うん、これの最後がジャスパー・ジョーンズで、私はこのジャスパー・ジョーンズが書いてこれが掲載されてるっていうことで、あこれはすごいと思って買ったっていうのがあるんですよ、この本を、うん、ジャスパー・ジョーンズについての作品についての解説とかその研究とか全然知る方法がまあネットぐらいしかないから、うん、だからあこれはやっぱりさ出版されるからにはすごくこの読んでみたいと思ったんだけど、ものすごく難しくて難しいんですよ、ジャスパー・ジョーンズのとこに来ると急に。なぜかというとね、ウィトゲンシュタインのことが出てくるからなんです。うん、それで杉野さんに勉強してきてねってお願いして、勉強してないんだなちょっとね最近忙しくてね全然余裕ないのよ。そう、うん、あそう、だからもうありもんの知識であんまないけどね、ビトゲンシュタイン、一応読んだことあるけどね、論理哲学論考だっけ、うんうん、まあそんなにさ別に私たちにそんなことは期待されてないと思うのよ。うん、そう、うん、そこの詳しさは多分期待されてないと思うだからさなんとなくさこういうことじゃないかなっていうのを楽しく話せればいいと思うのよ。まあそうね、うん、それでねなんとね、ジャスパー・ジョーンズはこのルネ・マグリットの、うん、イメージの裏切りっていうさこの作品を、うん、1954年に、ニューヨークの画廊で展覧会で見てすごい感動して買ったらしい。この作品かどうかわからないけどルネ・マグリットの作品でいくつか持ってるらしい、なるほどね、うん、でその作品何なんだろうなと思って一生懸命調べたんだけど、うん、ネット上に出てこないのよ。あ情報ないんだ。だからチャット用 GPT だけを使って聞いたら、はいはい、いっぺんにパンクして使えなくなっちゃったの私なんか、まあみんなアクセス今集中してるからじゃないかな。そうなのか。それでさ全然答え出てこなくてさ、うん、なんか、ま、待ち時間になっちゃっててさ、うん、残念でさ、うん、本当はそこを調べてこんなのを持ってるんだよっていうのをみんなに紹介したかったんだけど、うん、だけどこうね、うーん、ジャスパー・ジョーンズはこのイメージと言語っていうこのルネ・マグリットの手法をすごいなんか斬新的なものだと思って、その後ねものすごく研究するんですよ、うん、当時ねルネ・マグリットはものはよりぴったりとした別の名前が見つけられないというほどにはその名前にはしっかり固定されているわけではないというふうに言ったらしい。うん、うん、だからイメージ、あれはほらパイプではないって、これはパイプではありません、これはパイプではありませんって書いてあるわけですよ、マグリットのこの下にね、これフランス語で、確かにこれはポスターだからさ、絵だし、で裏切ってるわけなんですよ見た人、これはパイプだってみんな言い張ると思うんだけど、しかしジャスパー・ジョーンズはこれを見た時に裏切らなくてもいいんじゃないかなと思ったみたいな、何も素直に作品がそのまま本来のままに呼ばれるのは
みんな心地いいんじゃないかな、僕も嬉しいしって思った。うん、うん、でこれはね、こっちはねシュールレアリズムなんですよ、マグリットは、うんうんうん、こっちはね、この考え方はねオブジェクト論なんですよ、植物主義なんですよ。うん、なるほど。そうなんです、私からするとね。そのカントみたいだなと思ったけどね、なんか物自体のことだってみたいな。うん、まあウィトゲンシュタインもいろいろそういうことをずっと命題としてさ、うんうんうん、俺はこうなんだけどでも実はそうではないんじゃないかとかさ、うんうんうん、そういうことをずっともうさ網羅してさ、もう漏れがないぐらいにさ、こう、まあ、その実存っていうものをさ、うん、実証主義哲学っていうのはね、なんかまあ、うん、そうだよね。だから論理的に示せるものを示し尽くしたみたいな感じだよね。そう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 。うん、で、私から先は言えませんっていうのをちゃんと示したっていう。そう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 。でも私からするとなんかそれはさ、なんか言葉の鳥籠みたいな感じがして、うん、いやもうすっごいスッカスカな感じがするのね、ものすごく。あ、その命題とその命題の間もあるんじゃないかな。微妙なところを言葉では言えないんだよ、それは、うんうんうん、でそれをねジャスパー・ジョーンズはね、絵ならできるかなっていうふうに考えてるように思えるの。なるほど。しかしね、それが絵にはなかなかなりにくいんだわ、うんうんうん、これもまた、うん、うーん、それで見る人がそれを感じるっていう感じかな、なんか。ああ、うん、うん、そんな感じがしてね、なんかねものすごいモヤモヤしてよくわかんないところもあるんだけど、わかるところもあるのでちょっと話を進めていこうと思うんですが、まあ、これはジャスパー・ジョーンズ、1930年生まれ、うん、これねチャック・クローズってさ、うん、アメリカの、ね、フォトリアリズムの、うん、あのおじさんもね2021年に亡くなっちゃってね。ああ、去年亡くなった、去年、え、じゃあ一昨年か。いやー、これね、ジャスパー・ジョーンズの小説なんですよ。これはすごい大きいの、2m50。でかっ。すごい大作なんだけど、これもまたね、びっくりしたんだけどさ、イェール美術学校で教えてて、イェール大学からね、懲戒免職くらって。2015年かな。チック・クローズもそうなんだ。やっぱりねセクハラで女性女学生から訴えられててね、なんだろうこれはと思ってさ。なるほど。それでね、なんかねそれは結局訴訟の中でチャック・クローズは認知症なんだっていうことを証明して、まあ当時ってこうなんか法をすり抜けたのかなんかわかんないけど、まあでも短命になっちゃったね、それでね。うん、ここまでやってきたんだけどね、あんまりイメージない、やっぱり良くない死に方しちゃダメだね、なんかね。まあそうなんかね、ケチついちゃったんだわ作品に。しょうがないよ。そのジャスパー・ジョーンズ二重苦だよね、なんかね、知り合いというか、うん、なんかいろんな周りの人ね、本当ね、ジャスパー・ジョーンズの周りね、みんな、ね、不幸になっていくんだよね、なんか知らないけど。そういう人いるよね。いるんだよね。ああ、そうね。その人が原因じゃない、原因とは言い切れないけどね。でも、まあ、原因ではないんだけどさ、うん、どんどん周りがすごい長生きするんだけど、周りの人すごいどんどんさ早死にしたりさ不幸になってくっていう人いるよね。まあ、そういうタイプ。上げマン下げマンってやつだよね。そう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 。その下げマンバージョン。だからね、この人自身はね、そういうの気づいてるからね、ものすごいね内向的でね、人付き合い悪い人なんだって。うん、うん、そういう感じする。あのね、外交的ではないの、自覚してるんだ。自覚してる、すごく。でもね、そのためにすっごい長生きしてるなって私は思う。うん、そこね大事よ。そこもね創造性の秘密、仕組みの一つよ。うん、いろんな人と交流するんだけど決して流されないの、周りに。うん、うん、我が道を行くっていう感じ、
女性関係とかないんですよ、この人はね、また。うん、うん、ずっと独身なんだけど、すっごい親しかったね、友達がいます。まあ、恋人だったんだって後からジャスパー・ジョーンズは言ってますが、うん、もう亡くなってるんだけど、ロバート・ラウシェンベルグっていう人、ロバート・ラウシェンバーグっていうのかな、アメリカ英語だとね、この人とずっと共同生活してたんだけど、うん、若い時に、ジャスパー・ジョーンズはね、1951年日本の仙台に駐留していて、朝鮮戦争中、うん、だからその後ね、帰ってきてね、アメリカでね、もう本当に好きなことやろうと思って描き始めるんですが、このロバート・ラウシェンバーグと一緒にのアパート、あと下に住んでたみたいなんだけど、ジャスパー・ジョーンズは。で、ロバート・ラウシェンバーグの方が先にすごい世の中出たんですよ。うん、それで、どうしてかっていうとね、当時ね、アーティストはね、アート・スチューデンツ・リーグっていうね、ニューヨークにあるね、美術アカデミーがあって、そこで学んだ人がすごいどん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 が、アメリカの国のさ、政策で紹介、すごいなんか奨学金とかもらって、活躍できる輪ができてたんですよ。で、ロバート・ラウシェンバーグはね、そこの出身なんですよ。うん、アーティスト・スチューデン、アート・スチューデンツ・リーグっていうね、学校。なので、最初にロバート・ラウシェンバーグのところに、ニューヨークの画廊でものすごい有名な、画廊があるんですが、それがカステリっていうね、レオ・カステリっていうね、ギャラリーのオーナーがいまして、このレオディーラーだったんですけど、最初、まあ、大きな画廊も持って、このレオ・カステリが契約しようと思って、そのラウシェンバーグのところに来たんだけど、その時に、あ、僕の友達紹介するよって言って、このジャスパー・ジョーンズの部屋まで連れてったら、そこにあのターゲットと旗と数字とかいろいろそういう種類の作品が並んでいて、それでね、これだと思ってね、ロバート・ラウシェンバーグをね、忘れてねしまう。本当はロバート・ラウシェンバーグの展覧会っていうのがあったんだけど、それなんか忘れられてしまって、その後この契約するんですよ、ジャスパー・ジョーンズと。それでね、その後ね、だんだんこの契約になって、この2人の間が、うん、いろいろもうなんか泥沼だったみたいなんだけどね、うん、しかしね、これね、1980年頃にはね、なんか笑いながらこう会ってるね、写真も残ってるんですが、うん、まあそういうことでね、このラウシェンバーグのこの細いさ、つながりからさ、遅いというか軽有なこの、うん、交流から、そのなんかこうチャンスをつかむんですよね。うん、それでこの、まあ、ジャスパー・ジョーンズの作品を、うん、知っておくべき10作品っていうんでね、アリス・プリムローズっていう人がね、このサイト、ブログサイトでね、紹介しているんですよ、うん、なのでね、そこを見るとだいたい知っておくべきっていうかさ、なんかこのなんていうのかな、だいたい大まかなさ、10ぐらいだったら覚えられるじゃない、なんかこう見てさ、頭の中が整理つくじゃない、うんうんうん、なのでそこをね、ちょっと見てもらうといいのかなと思うんですよ。これが、まあ、検索の場面がいいのか、この場面でこう作品見て著作権の問題どうなのか分かんないんだけど、そもそもでもだってこのサイトも著作権どうなんだろうねっていう、そうなんだよ、よく分かんないんだけどさ、これあれ払ってんのかな、わかんないけど、わかんないんだけどさ、まあいいじゃないね、そんなに大きく出すわけじゃないから、うんうん、そうそうそう、それでね、うん、これなんかもね、いろんな旗があるんですよ、うん、
なでね、これどういうふうにできてるのかね、全然最初わからなかったの。うんうん。うん、なんだけど、こうね、見てみるとね、いろいろ分かってくることがあるんですよ。うん、こういうとこ見るとね、いろんななんか新聞とか雑誌の切り刻んだものがこう埋めてあったりして、うん、こういうのね、蜜蝋っていうかさ、エンコースティックっていうんですよ。エンカウスティックとか。うん、これね、あの、蜜蝋絵画っていうとか、そんな風にも翻訳できると思うんですが。うん、これはね、油絵の具を塗ってあるわけじゃなくて、蜜蝋で固めて、まあ、なんコラージュみたいな感じなんだよね。うん。うん。で、もちろん油でも描いてあるのはあると思うんだけど、なんかね、いろんな手法でね、このね、表現するんですよ。これね、こう真っ白にね、塗り込んじゃうっていう手法もあるんですよ。うん。一旦作っておいて。それからね、こういうのもあるんですよ。ドローイングで旗みたいなの描いたんだけど、なんかさ、もう真っ黒でよくわかんないんだけど、なんかかろうじてわかるぐらいなバージョンとか、ドローイングなんですよ、これは。こういうのもありますよ。これはね、プラスチックの板にね、なんかね、インクでね、こう、もや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 したのをね、うまく利用してね、こう、味のある感じ。うん、こういうのね、ジャスパー・ジョーンズはブラシマーキングっていう言葉使ってるんですよ。うん、つまりマーキングってさ、動物で言うとさ、なんかおしっこをしてさ、そこは自分の、うん、なんていうのかな、縄張りだよとかっていう意味もあるよね。だから筆触っていうよりかは、もうなんか自分がこれをやったんだっていうさ、マーク、うん、みたいなものをここにこう残すには、こういうさ、案外きちっと書くんじゃなくって、もやもやしたさ、うまくいかない部分っていうのかな、うん、その味、筆触の味みたいなもの、自分なりの味っていうのをさ、すごい大事にして残すっていう、そういうところをさ、すっごくこだわりがあるわけ。うん、そこもね、多分ね、この個性の表現の中にね、ちょっと待って、ね、個性的な表現を持続させていく一つのね、仕組みなんだよね。なんか工夫なんですよ、ジャスパー・ジョーンズなりの。つまり、誰のものっていうのがある程度わからないと自分の作ったものにはならないから、それをどこにさ、そのテイストをさ、こだわりを持つかっていうところで、うんうんうん、それはね、私から見るとこういうね、こう綺麗に塗れない部分、うまくいかない手の味みたいな、うんうんうん、そこにね、そのジャスパー・ジョーンズがこだわり続けているから、それをさまざまな画材で試みていて、それでいろいろなさまざまな作品が作り上げられてるっていうふうに思ってるの、私は。ここね、大事なの。うまくできないことが味なのよ。きれいにさ、塗れないっていうことがいいのよ。そこも一つの個性の表現であり、それを自分の個を存続させる秘訣なわけ。こういうものとか、この鉛筆でさ、ふにゃふにゃって書いてるんだけどさ、きれいに整えない、きれいに整えるのは誰でも頑張ればできるわけ、うんうん、そこでないところで自分しか出ない線というかさ、雰囲気というか、もうだからありとあらゆるものがあるわけですよ。旗でも見てください、こんなに、あ、これはちょっと違うけどさ、うん、もうね、ありとあらゆる旗があるんですよ。うん、これいいなと思っちゃうね、私。いろんなのができる。なるほど、いっぱいできる。なんかは、まあ、それがだから最初に言ってた、だから作る完成品がどうとかどうでもいいってことだね。だからこれはね、そう。そのプロセス。そういうことね。うん、こう手が残している
完成する途中の、うんうん、この中途半端だからこそ、うん、その過程が分かるっていうかさ、うんうん、手の動きが分かるっていうか、うんうん、だからありとある、まあ、これはねもう一つね、これはねまた紹介することなんですが、いろんなところ出てくるダブルイメージっていうのをの工夫があります。これはね手の味と関係があるんだけど、ジャスパー・ジョーンズはその同じものを繰り返し描いてみる、うん、うまく描かない、うん、そうするとあまたもう一つバリエーションができる、うん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 、コピーなんだけどコピーじゃない、機械ではできない、これは、うん、人間だからできる、そういう複製的なダブルイメージっていうのこだわりがあってね、まあこういうのもありますよ、うん、こうイメージですよ、イメージですよ、だから4つ書いてみてどれもやっぱり違う、その時々の、はい、なるほどね、なんかモランディとかもねちょっとっぽいよね、なんかね、モランディもこうあれは形而上絵画で、あれも背景が違うけど、うん、割とやってることは似てるっていう感じだよね。そうそうそう。このね、同時代の人からね、想像の仕組みをジャスパー・ジョーンズ自身も取り入れてるっていうことをまた紹介していこうと思うんですが、この後。やっぱり最初はセザンヌなんだなって感じだよね、だからね。そう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 。そういうことやり始めた。やっぱりは、杉野さんもこう長くアート百科やってると、やっぱり言うことが変わってくるね。なんか経緯が見えるからね、流れが見えるからね、そうなんですよ、セザンヌがあのこの水彩のこのタッチを残した、うん、綺麗に整えないでふわ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 描いて、あれですよ、あそこからこれは流れてきてるわけですよ、うん、すごいよねアートの世界って。こうやってちゃんと見るとね、そうなんです、前に見ていくとこの凄さは、凄さっていうのかな、なんかここまで来たんだって感じだね、だからね、そうなんですよ、もういろいろな人のこの工夫が、うん、こう次の時代のアートに宿っていくんですよ、うん、もうアート自身が一つの生き物なんですよ、うん、人間なんていうのはね、一個々の人間なんか細胞みたいなもんなんですよ、うんうん、そのアートが進むべき道にさ沿ってさ、細胞がこの活性化されてさ、その時々にできることを実現していくって感じなんだよ、なんか、うん、そうだよね、だからやっぱり実質的にはだから翻訳なんだなっていう感じだね、だから現代版セザンヌをやるとこれになるって感じだね、うんうんうん、だから現代に翻訳するとこういうことになるんだっていうのが多分、うん、そうそうそう、ジャスパー・ジョーンズ、セザンヌはあのサント・ヴィクトワールの山を描いたけど、それは、うん、その時セザンヌがそれが見えたからそれを描いたわけなんだけど、なぜこの旗なのか、うん、うん、それはねやっぱりね、アンディ・ウォーホルと同じ同時代のやっぱり、うん、匂いがあるわけですよ、うんうんうん、キャンベルスープとかさ、ありふれたものっていう、そうなんです、この時代のありふれたものってことだね、だからね、日常ですよ、日常性、うんうんうん、それはさ元をたどればさわかるじゃないですか、もう杉野さんだって、うん、未来派ですよ、うんうんうん、未来派で一生懸命このさ、やっぱり過去のさ異物、ダイナモのよりもキリスト教よりも自分たちの生活だよねっていうさ生活、自分たちの身の回りのものから題材取ろうよっていうさ、そういう試みがこうね、ロシアに行ったりなんかいろいろさ、別のさファインアートじゃない応用芸術の方にポスターとかさ家具とかファッションとかに行きながらも、それがなこうどーっとアメリカに流れてくるとこれになるわけですよ。うん、自分たちのありふれたもの、自分たちが今生きて実感のあるもの、うん、それはこの
旗であり、遊びで使っているあの的であったり、うん、ジャスパー・ジョーンズはその後的だけではなくて、こういうのもこういうものがありますよ。うん、これはね、ペインティッドブロンズって言ってね、着色されたね、銅像なんですよ。これどう感じます？もうキャンベルスープの流れだよね、だから。キャンベルスープもそうだったよ、アンディ・ウォーホルのね。でもさ、これダブルイメージでしょ？うん。うん、いつもダブルが結構あるんですよ。ああ、ジャスパー・ジョーンズの作品にってこと？うん。2つあるみたいなこと。2つって必ずあるんですよ。要するにコピーしようと思っても、微妙に次は違う。うんうんうん。同じようにはできない。うんうんうん。そこがミソなんですよ。あのアンディ・ウォーホールはさ、全部同じ、うんうん、もうね、はい、均一にやるじゃない。この手がさ、人間がさ、こう同じようにやろうと思ってもできないことを、やっぱこの自分のこう生きた証みたいな感じで残すっていうか、うんうんうん、そしてさ、ブロンズといえばさ、あのロダンじゃないですか。うんうん、私たちは見素晴らしい世界は、ブロンズって言ったらロダンのね、考える人であったり、うんうん、それが今やさ、これエールっていうのは本当に日常さ、アメリカ人が飲んでる飲み物なの缶なんですよ、これ、うんうんうん、これのためにこういうものを作るためにブロンズありました？あ、なるほどね。うん、これはもうここには権威もないしさ、うん、アートの崇高さなんてないしさ、うんうんうん、神聖ななんかさ、アートの信仰みたいなのはないですよ。そうね、重くもないし軽くもない感じだね、なんかね、まあ、金繰り捨てて、めっちゃ軽いかな。要するにさ、そういうさ、教養人しか知らないようなアートの世界を真っ向からこうさ、うん、拒否するような大衆のこの嫌悪感みたいなもの全部ここにさ、うん、カウンターカルチャーとして出てるわけですよ、うんうん、アメリカ人はフランス人が やヨーロッパ人がやってきたことは全部、うん、拒否して新しいものを作るんだっていう意気込み、自分たちの文化を作るって、うん、さあヨーロッパ人から見ればバッカバッカしいとか思うんだけども、できない、真似できない、うん、まあ、せいぜいモランディがあの花瓶を当たり前の自分の身の回りにある花瓶をひたすらペインティングして真っ白く塗ってそれを絵にするって、かなりここ近いですよこれ、うんうん、意識的には、うん、あれがあってここに来るわけですよ、うん、そしてブロンズにこの色つけちゃうっていうことはもうすごいことなんですよ、これ。なるほどね。絵じゃないんだっていう。なんかありそうでなかったってやつね。なかったんですよ。絵じゃないんだからさ、彫刻は。彫刻と絵画別に考えようよっていう世界がある中で、うん、これもありなんじゃないか。そういうのをもうね、だからね、ペインティッドブロンズっていうのはね、もうこの、なんていうのかな、もう一つね、種類があるんですが、ね、こういうのがあるんですよ。これね、ニューヨークタイムズに紹介されていたもので、これね、サバランっていうね、なんかね、缶詰が、コーヒーの缶詰に、このブラシかなんかが入ってる作品があるんですが、これもジャスパー・ジョーンズの評価の高い作品です、うん、これはね、一見するとさ、オブジェっていう感じがするじゃない、うん、ダダイズムの人たちは身近なものをさ、オブジェをこうさ、まあ物派の原型だけど、もうそのもの自体をさ、もうコラージュしたり、このオブジェとして見せるっていうのをやり始めたので、
そこをまたさらにね、カウンターカルチャーっていうかさ、うん、そこをまた否定して、ジャスパー・ジョーンズはこれはね、そこから蜜蝋で型を取ってちゃんとブロンズにしてるんですよ、全部これそのブロンズにこのペインティングしてるんですなるほどねこれ一見そのもの自体に見えるじゃない。そうね、いや綺麗だなと思ってたから、その割にはなんか綺麗にできてる、うん、なんかどうやったんだろうなと思ったけど、だからこれはオイルオンブロンズなんですよ、1960年。なるほどね、最初絵だと思ったんだけどね、絵じゃなかったんだねこれね。いやこれがですね、うん、絵も絵の種類もあるんですよ。あ、これの絵もあるの。絵もあるんですよ。そういうことね。そうなんです、これねすごいんですよ。ここからね出発してね、ほらこういうのがあるんですよ。たくさん書いてるんですよこれ。さまざまなものがあるんですこれ、ね、このシリーズでサバランっていう缶詰のさ名前のシリーズなんですけど、これすべてこれを見ながらドローイングして、あるいはこれねプリントを後で版画にもしてるんですが、リトグラフにしたり、ありとあらゆるいろんな自分の要素をこう加えて、これ後でまた紹介しますが、これはあのジャスパー・ジョーンズの特有のこのクロスハッチングって言われて、クロスハッチとかクロスハッチングって言われてるんですが、このね、これはもうね、なんていうのかな、ブラシマーキングと同等ぐらいに、ジャスパー・ジョーンズのその象徴的なシンボルなんですよ、この図柄が。それはどういうところから来たかをまた紹介しますけれど、まあ、とにかくこのサバランのシリーズ、ペインティッドブロンズのもうありとあらゆる、だから一つ作ったらさまざまな技法とかさまざまな材料で同じものなんだけど違うものを出していくっていう、全部やるって感じだよね。全部やり尽くすそれでできることを全部やり尽くすって感じだね。これやっぱりさ、ウィトゲンシュタインの資本にものすごく近いと思わない？ああ、まあそういう発想で言えばね、実証哲学ですよ、だから、自分が考えたことは全部こう実証して見せて言葉にしていく、あるいはジャスパー・ジョーンズの場合はそれを作品にしていく、これもありじゃないか、これもできる、あれもできるっていう、これもね、その材料のとか技法とかをさまざまに組み合わせて一つできたものをそこで終わりにしないんですよ、ジャスパー・ジョーンズは。そこもこの創造の秘密です。でこれはね、ここに来るわけですよ、これね、この種類はね、最初のきっかけはね、いろんな説があるんだけど、これね、エドバルド・ムンクっているじゃない、ムンクね、こうさ叫ぶ人、叫びでいい、叫び、その人の作品のこれから来てるんじゃないかっていう説があって、このベッドカバーのこのマークが非常によく似てると。でムンク美術館にもそれが残ってるんだけど、このムンクがね使ってたベッドカバームンクそんなの寝てたのらしい。派手だな。なるほど。なんかね、こういう部屋だったんだね。なんかそう、すごい、またムンクはムンクで紹介したいなと思うけどさ、これ見てて面白いなと思ったから。でもさ、このね、反復性とかさ、なんかね、繰り返しのこのね、この創造の仕組み、なんていうのかな、創作の秘密っていうかさ、昔からあるじゃない、こういうさ繰り返しの模様って、そこもね、ものすごくジャスパー・ジョーンズはね、これいいなと思ってるわけ。
この仕組みはぜひ自分の政策に取り入れたいな。なぜならばこれを使うと一つのパーツから大きなさパーツに大きな作品にさ展開できるから。あ、いくらでもってことね。いくらでも広げられるじゃない、うん、空間をさ広くいくらでもさこれを継続してさ膨らませることができるわけよ。そうね、考えなくていいね。考えなくていい。だからそういうのも一つ持ってようって考えたと思う、うんうん、全部さ一つ終わったら一つ終わりじゃなくて、うん、なるほどね。そうなんです。そこでね、まあこの薄雪っていうさこういうものがさ出てくるんだけど、この心は何なんだって思うじゃない、うん、ある時からこれは薄雪っていう名前になるんだけど、うん、最初はねこの飛行機のダンサーっていうね名前とかついてたの、うん、これ帝都美術館で持っている結構大きいんですよ、2メーターの材の、うんうん、で、これはね当時ね、このマース・カニンガム・ダンス・カンパニーっていうねダンサーの、ね、グループがあって、そこと関係してたんですよ、あのジャスパー・ジョーンズが、うん、なんかねこういう舞台装置なんかを作るっていうさことに関係してたみたいなんだけど、そこで、ダンサーとのこういろいろ接触があるじゃない、うん、知り合ったりして、でこの動きっていうかさ人間の動きみたいなのを研究したいっていうのもあったと思うんだよ、ジャスパー・ジョーンズね、うん、それでねこのね身体性っていうのかな、このもともとねジャスパー・ジョーンズはねこんなのも作ってるんですよ、うん、男に噛まれた絵っていう、うん、これねこう自分の体をね作品に残すっていうか、自分の身体の特徴とかさなんかこの痕跡みたいなものを残すのいいんじゃないかなって思ってた時期があるわけ、うんうんうん、なんかよくわかんないんだけど、私この良さはわかんないんだけど、うん、これも、まあ、好きだよね多分ね、うん、こうエンカウスティックっていうさこの蜜蝋をこのキャンバスに塗ってそこに自分の口当ててこうなんかこう噛みついたんだよねきっとね、うん、なんかさそういうさなんかこう身体、さっき言ったけどブラシマーキングもそうだけど、なんか自分がやったこと自分しかできない形とか自分のこの手のこの跡とかさやったことをこう残すっていうさ、そういうこだわりっていうものが、あ、なんかジャスパー・ジョーンズにとっての個性の表現だったりするのかなと私は思ってる、うん、うん、だからそれはさ決して美しいものであるあるわけではないんだけど、うん、こうなんかさもう思い余った時にもこれしかないみたいな、もう体張るしかないみたいな芸人みたいになってるただ使うしかないっていうさ、もう切羽詰まったらそこに行くっていうさ、それでもなんか制作したいっていう思いがさ、こうなんていうのかな、こう衝撃が走る、私なんかはこういうのを見ると、うん、だからやっぱりそのまあ黎明期っていうかさ、その、うん、多分苦労する時期っていうのはみんなあってやっぱりで、うん、その時期って、うん、なんで苦労するかっていうと、何をやったらその自分の個が表現できるのかって多分悩むわけじゃないみんな、うんうん、そうそうそう、でそれを思考実験するときに多分人が一番最初にやるのは、うん、最初っていうか多分ずっとやり続けるのは火を照らうことなんだよ、ひたすら、うんうん、ひたすらそこから外れた何かをやっていって、で多分ある時あってなるんだよ多分ある時その木をたまたま木を照らったものがあれなんかこれってこうなんじゃないってなって、うん、多分ジャスパー・ジョーズもなんかそんな感じなんだよね、あの僕の見てた印象で、だからやってることは全部木を照らってるんだよ、うん、でもその根本に思想があるからそれは木を照らったって判断されないんだよね、うんうん、だから
さっきやれること全部やってるって言ったじゃない、うんうん、やれること全部やってることは木をてらいまくってるんだよ、うんうん、その時に思いつくもの全部やってるわけだから、うん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 、でもそれが本当にそれだけしかやってない人だったら、うん、本当にあなんかパッドで その一発芸人みたいな風に判断されるんだけど、うん、でもその木をてらいまくることの根本に一個あるわけじゃない、うんうん、ジャスパージョンの場合はそれ根本が一個できたんだと思うんだけど、その過程でおそらく、うん、それ何ん、その根本が何かって、うん、根本が何か根本が何かって言われるとちょっと、うん、アーティストステートメントとしか言いようがないけど、僕の中では、うんうん、なんかこう原理を自分の中にさ、そう、想像の原理みたいなものをさ、うんうん、やっぱり、ね、探し最初から見えてるわけじゃないの、うん、でもこう探し当てながらこうかなあかなってやりながら作品ができていくっていうかさ、いろんなものが、そうそうそう、なんかいろんな手法やって最後手法じゃないんだなってところに多分行き着いた感じなんだよね。うーん、大事なのは手法じゃないんだっていうところに行き着いた感じ。あ、うん、僕もまだまだいっぱいあるからね、10あるからさ、うん、どうぞ見てくださいそうなの、いろいろ紹介していこうと思うんだけど、うん、まあもうとにかくね、一つやるとこう波及していくからね、話がね、もういろいろどういう順番で話していったかいいか分かんないね、私もいろいろあるから、うん、まあいいんじゃないですか。そうそう、それでね、これがあるとさ、まあこれなんかね、MoMA はね、だからニューヨーク近代美術館はこの彫刻を20世紀の美術史のアイコンとして位置づけているっていうぐらいの作品です、うんうん、今や、うん、確かにアメリカっていうものがちゃんとここにあってさ、うん、アメリカ人が誰もが知ってるコーヒー缶、まあ日本でいうさ、まあなんていうのかな、あ、なんかこう味の素にさ筆刺してるようなもんよ、まあ、そういうもんだね、うん、そしてこのこうね、こうアーティストらしいこの道具をさね、この缶に詰めてさ塗ってるんだろうなっていう、この アーティストとのしての存在そのものをさ、うん、を込めているしでそれが古い概念を打ち崩すかのように、このブロンズ彫刻っていうものをもう全て否定して、自分たちのブロンズ彫刻とはこういうものがあっていいじゃないかっていう新しいものに生まれ変わっていて、うん、そしてそこには彫刻とか絵画のその隔たり、こう区別っていうものはない、もう全部こう、ま、ミックスされて、ペインティングの要素とスカルプチャーのね彫刻の要素がこう混ざっている複合的な芸術っていうものになっている。でここをあの出発点にさまざまなバリエーションの絵画作品まで作られている、その元になっている作品、うんうん、ま、そういう意味でものすごい評価をあの大げさにニューヨーク近代美術館ちゃんと掲げてました、うんうん、でね、ウィットゲンシュタインとのこの、うん、ま、ジャスパー・ジョーンズがこのペインティッドブロンズのことでちょっと、うん、なんかこう重要なこと書いてない、言ってないかなと思って言葉を探したわけなんですよ私、うん、そうするとこのアート、私はそういう時に必ずこのアートセオリーっていうね、うん、もういつもね、調べるようにしていて、ジャスパー・ジョーンズってこう検索するとやっぱ出てくる、来たんでしょう、うん、すごい、やっぱりね、彼はね、自分からね、なんか文章書いたりとかしないのね、うんうん、だけど、うん、インタビューに必ずこうさ、インタビューがその都度その都度あって、その時に結構重要なこと言ったりするのよ。でこれはデビッド・シルベスターっていう人とのインタビュー、1930年、あ、じゃないや、1954年のちょうどこの、あ、じゃないな、これはね何年だろう、
1974年かな、わかんないな、ちょっと何年のものかそこまでちょっとし、読んでなかったんだけど、 BBC のなんか放送で、1965年なのかなに、インタビュー受けていて、でその時にこの会話の中に、そういうオブジェについてどのように考えているかっていう話が出てくるんですよ、うん、でその時にこの話を出すんですよね。ジャスパー・ジョーンズは懐中電灯こんな作品も作ってる。それもどうぞブロンズとここはねガラスなんですなるほど、すっごいよくできてるよねこれね、見てみたいなと思うんだけど光るのかなと思ったりさ、うん、最初さ本当にこの懐中電灯さ、たださブロンズ色に塗っただけじゃないのかなと思ってたわけ、うん、そうじゃないんだって。これはブロンズでできたものにガラスはめてるんだって、うんうん、でなんか光ってるように見えるけどきっとこう反射でさそう見えてるだけなのかもしれない、うん、でこれね面白い話をしてて、ジャスパー・ジョーンズはこのウィトゲンシュタインの話をちょっと言葉で出すんだけど、僕はウィトゲンシュタイン読むんですよみたいな。でそれ読んですごい深く感銘したと、うん、何に感銘したかっていうと、その自分がある時懐中電灯を作ってみようって思って、でそれにはなんか持ってなかったんだって懐中電灯って、うん、どんなだったかなと思って買いに行きましたと。ところがいろいろ探したんだけど、自分がこういう懐中電灯っていうさ、うん、のがないと、うん、そう思った懐中電灯がなかなか見つからなかった。でなんかあれと思ってよく考えたら、そうかこれがウィトゲンシュタインの言ってることなんだと思ったと、うん、要するに我々はその形而上の意識があると、うんうんうん、実際にあるものではなくてイデア、懐中電灯っていうイデアがあってさ、はいはい、こうあるべきだっていうものがあってさ、しかしそれは現実にはないんだ、うん、とウィトゲンシュタインは言ってる、うんうんうん、もっと現実に目を向けろって言ってたそうだな、自分は何を考えてたんだって思って普通に売ってたやつを買ってきたと、うんうん、それが一番大事なことなんだ現実にあるもの、あるものが大事なんだ。自分が懐中電灯はこういうものであってほしいっていうものを作ることが重要なんじゃない、うんうん、だからそのまんまの形をそのまま蜜蝋で型を取ってブロンズにしたんだっていうわけですよ、うん、あ、そう、カップみたいなやつね、そうそう、これがアメリカの実存主義ですよ。なるほどなるほど。そして今まではアーティストが哲学者にインスピレーションを与えていた。例えば、うん、セザンヌがハイデガーにこの時と存在と時間という思考をのソースになっていた、うん、あるいはメルロポンティのソースになってたかもしれない。現象学っていうもののソース、なんかこう源流になってたかもしれないんだけど、どうもある時代から哲学を学んだアーティストがその哲学をもとに作品を作っていくっていうことが始まる、うんうん、それは、うん、今日配信してたかもしれない、未来、あ、ここ先週かもしれない、未来派の例えば、ボッチョーニかな、うん、がベルグソンの哲学に抱く感動して、言ってたね、僕はついていけなかったけど、うん、うん、この内面、自分の内面っていうのはこういう世界なんじゃないかっていう暗い作品を作り出したっていうさ、うんうんうん、精神の状態っていう作品でしたけど、うん、あれやっぱりベルグソンからこうさ感化されてああいう作品が生まれてきてる。
そうね、マグリットもなんかヘーゲルがどうのって言ってたもんね。そう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 、ヘーゲルのさ、うん、全然わかんなかったけど、それわかんない。要するにマグリットなんかもそういう哲学っていうものにさ、こうなんか憧れてたり、そういう考え方がこう作品作れないかなっていうさ、そういうことが始まってきてるわけですよ、ここに。だからね、やっぱりね、アーティストはね、哲学というものを自分自身は持ってた方がいいしさ、あるいはこう何か本を読んでみる価値はあると思うね。相当読んだらしい、ジャスパー・ジョンズ。ああ、なるほど。うん、でなんかね、哲学賞かなんか取ってるの、なんかね。あ、そうなの、賞。アメリカのなんか、うん、哲学のなんかね、からなんか教会からなんか、あの、うん、なんか論文を書いたのかな、うん、か論文じゃないんだけどね、なんかそういう象徴として、うーん、なんか哲学的思考というものはアートに取り入れてくれたっていう、なんかさ、そういうご褒美みたいなのもらってた。まあ、こういう言葉で言ってますね。私は懐中電灯がどのように見えるかという特定の考えを頭の中で持っていました。私は実際に懐中電灯を扱ったことがありませんでした。おそらく私は子供だったからです。まあそんな言い方なんだけどね。頭の中に懐中電灯のイメージがあり、そのモデルを買いに行きます。普通の懐中電灯のように見えるものを1週間探したところ、赤いプラスチック製のシールドを側面に欲っていうのは、なんかこうなんかスイッチのことなんだと思うんだよ、があるもの、あらゆる種類のものを備えたあらゆる種類の懐中電灯が見つかり、最終的に欲しいものを見つけました。そして私は自分の考えを非常に疑うようになりました。なぜなら私が非常に一般的だと思っていたものを見つけるのが非常に困難だったから。そして私が、うん、非常に標準的で普遍だと思っていた古いエール缶については、少し前にデザインが変更されてしまっていた、うん、つまり普遍的に変わらないものっていうかさ、あの、変わらないものなんてないんだから、その形式上的なものなんてないんだっていうことなの、ここに、うん、言ってるわけなんですよ、うん、もう常にさ、現実はさ、くる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 変わるし、いろんなものがさ存在するし、うん、なんでさ、このある一つのイデアに到達したような作品を作らなきゃいけないのかって、うん、ある一つにたどり着くことは必要ないんじゃないかっていうことなんですよ、うんうん、ここ今までのヨーロッパのこう脈々と続いてきたさ、絵画と決別しているっていう言葉なんですよ、うん、ちょっと長くなったので、ちょっとここで休憩しましょうか。もうここまで来ると美術館意味行く意味あんのかなって感じだな、本当に。なんで、どういうこと、だって作品見ても作品の良さなんてさっぱり分かんないっていう話がもう多分、まあここ100年ぐらいもずっと多分続いてきてるわけじゃない。そうなんだよね。だからさ、結局勉強した方が早いみたいな話になってきてたな。要するにもうなんか あえてあの批判的に言うと、うん、ある意味頭でっかちになってきたよね、アートが。そうなんだよね、うん、そうだって、哲学学ばないとわからないなんて、そんなもんもう別に行くのめんどくさいしいいやって普通にそっぽ向かれるよね、そんな話をしだしたら。そうなんだよ、だからさ。まあなんか一つの時代がね、ここで終わると思うね、うん、だからその美術評論家も育たない、なんかさ、そういう懲戒免職とかさ、そういうものが起きてきて、アーティストもさ、なんかそんなパワハラで消えてくとかさ、まあ受難があって、やっぱりここまでの100年の、うん、総しっぺ返しみたいなものがあってさ、うん、一旦やっぱりここでさ終止符が必要なのかもしれないんだよ、うんうんうん、これのままでいいのかどうかっていうね、うん、まあでもそういう時代がこのジャスパー・ジョンズでもうこれやり尽くして終わりよ、きっと。まあそんな感じだよね、うん、多分まだ続けられるけど、うん、続けることにあんまり価値がない感じだよね。だから、そうなんだ。しかも僕のこの疑問が出たことからも分かるように、うん、だからそう、まあでも
かといって別に美術館のためにアートがあるわけでもないから、ないない、それまたあの話は違ってくるけど、うんうん、とはいえ見て楽しくない、見ただけでは楽しめないもの、うん、が、まあ、何個かはあってもいいと思うんだよ別にそれは、うん、でもそればっかりになってきたものってどうなんだろうって感じだね、次のことを考えると。そうだね。じゃあさ、昔のさ、なんかいい時代のものを見て浸ってればいいかって言ってさ、それもなんかちょっと違うような気がするんだよね。うんうん、私たちはここからどうやってまたこのさ創造意欲をかきたてて新しいさ美の扉を開くかっていうさ、うん、ここで終わ一つの時代が終わるんだけれども、そこからも何かさ、またさ、そこをこう踏み台にして何ができるかっていうことに挑むっていうさ、意欲をかきたてられる人が残っていくんだよ。そうだね、なんか次はバランスだよね。そのバランス、要するにその分かりやすさと分かりにくさのバランスをいかに作れるかだと思うんだよ、うん、だからこの、まあ、確かにこの哲学を知ってる人にとっては面白いなっていう世界なの、これは。そうそう、ここまでの話だから僕は面白いんだけど、うん、僕は面白いなと思いつつも、なんかこんなの誰が分かんだよって思いながら反面で思ってるわけよ、僕はこの辺で、うん、だからでもほら、そういうものにひるまずに、まあ、それはそれとして、ちゃんと分かった上でも違うものが提示できるようになればいいわけじゃない、そこに染まることなく、うん、そうだと思う、それはね、まあ、そういう意味でもこういうものを研究して、あ、ここに問題点があるなと思って次は新しいものを作り出すっていうことがやっぱりこれから必要なわけよ、うんうんうん、これがすごくいいんですよって言ってるわけじゃないの、うんうん、ここジャスパー・ジョーンズがこうしてるからこうしなさいって言ってるわけじゃないの、うんうんうん、そこはね、すごく大事な話だから、ここカットしちゃいけない部分よ、うん、まあここは入れようと思うと、うん、間違ってもいけはないのは常に反面教師だってことなの、どのアートも。うん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 。うん。そうね。それがいいから、それを真似するっていう、スタイルを真似するっていうのは、長く続いた日本のさ、西洋絵画の歴史なのよ、なんか。それはもうやめましょうってことなの。うん。それを言いたいの、とっても。これを、これの問題点を、自分たちはどのように、読み取り、そこから新しいものを作れるかっていうことを考えるアーティストがこれから生まれてくるのよ。うんうんうん。うん。だね。だから、まあ、でも日本としてやっぱりこれを踏まえるより、やっぱり昔の日本画を踏まえてほしいよね、どっちかっていうと。もうそれも大事なわけ。だから、そういうのも消化してるじゃない、こう、織り込んで。決して西洋一辺、そればっかりのさ、アート百科じゃないわけよ。うんうん、